さあ、始まりました。田辺の和室。始まりました。皆さんが、うちに来たときに、スリッパを出せる人になりたい田辺です。皆さんが、久しぶりにやった UFO キャッチャーで、めちゃくちゃアームが強くて、最初の200円で、でっかいぬいぐるみゲットできるようなアームになりたい坂よりです。いや、うちさ、私はもう掃除がね、行き届いてないからさ、汚れたら申し訳ないなっていうのがあってね。だからスリッパを、そんな、うち今誰もよしと呼んでないけどさ、一応一個来客用のスリッパ買ったよ。一個だけね。えらい。いや、スリッパある家ってなんか、ちゃんとしてる感じがするよ、私は。あ、スリッパが。たださ、その家がさ、そのお家は素敵なのにさ、何、私自身がスリッパ履くことに慣れてなさすぎてさ、トイレ行ってさ、帰ってくるときとか、なんか途中のどっかで私スリッパをね、どこかに忘れていたとああ、きがあるのよ。わかる？わかる。で、なんか玄関で最後にお邪魔しましたって言った時に、あれ、私最初そういえばスリッパ履いてるのに、今、私どこにスリッパをって。恥ずかしくなっちわかるよ。ゃう。家で、常に、だから子供の頃からスリッパ履くことに慣れてたら、そんなこととかないのかな。いや、履き慣れてるはずなのに、どっか行くんだよな、もう一回。スリッパって自由なんだよ、本当に。では、いや、そうよね。今回のイラストを紹介させていただきます。しーちゃんさんのイラストです。中学1年生の女の子ですよ。いめちや、ゃめすちゃごい。上手じゃない？上手。すごい嬉ししいね。い。めちゃくちゃさ、可愛く描いてくれてるんだよ。あ、本当に、ああ、いいよ。お茶のセット見たらしい。だアから、ンリとハルちゃんも。ねえ、アンディちゃんとハルちゃんも可愛い。田辺さんも。お洋服も素敵ですね。ねえ、いや、嬉しいね。嬉しい。ねえ、とっありてがもたい。嬉しい。ありがたい。小学1私、年生ですって。こんなに素敵に 書いてもらえて。中学1年生でめちゃめちゃうまいよね。すごいよね。なんか、やっぱり、イラストを何、書くの好きなのかな？いやー、嬉しい。中学生の書かれるなんて思ってもいなかったな。こんなにうまく書けるんだったら、自分が中学生の時をさ、今振り返ってみてさ、すごい上手だなと思いや、上手だよって。ね。いや。すごい可愛い。あ、このイラストを、私は、コースターにしたい。ああ、いいね。かわいいよかね。わいいよ。うん。コースターにしてかわ飾いい。りたい。うん、いいよ。私、しおりにしようかああ、いいね。な。うん。いやー、嬉しい。ありがとうござだいまから、す。いいよね。おのおのさ、その絵のまま使ってもいいけど、一人一人のしおりでさ。わあ、あ、ちはやさんのさ、本にさ、このしおり使ったら素敵じゃあ、ない？最高。うん、いい。ありがとうございありまがす。とうございます。いや、今日ね、田辺さんにちょっと話したいことがあってさ、この前、うちのさ、うちのみたらしくんっていうか、私のさ、息子とね、ご飯を食べに行った時にね、こう、写真をうちの父親を撮ってくれたのよ。で、だから自分の的にはこうさ、何、ご飯を食べてる息子をさ、こう、微笑ましくね、見つめてると思ってたのよ。
取るよって言われたわけじゃないから、本当に自然のスナップだけど、私はいつもこういう微笑みながら見てるつもりだったんだけど、できた写真見てみたら、すごい私目バキバキで。なんで？あら、おかしいね。あら、おかしいね。私こんな目バキバキ顔で見てんのと。パスタうまく食べれた？食べれてた？食べれてたけど、でも多分私どっかでこぼしたらどうしようって思ってたから、多分それが、その目がバキバキがそこに多分現れたんだろうね。こぼしたらどうしようとか、むせたらと確かか、そう。美味しいと口いっぱいにしちゃうからさ。に。と思って、あ、私ってこんなにその何、自分の想像してるときと、実際にしてる顔って違うんだと思って。いや、もう私もそんなことだらけで。ある？いや、もう私なんてしょっちゅう、いや、私もうワイプが嫌いでさ。ああ、映像見てるとき、こうやってなんかちっちゃくの、ええですよね。あの時にさ、わーとかさ、あれできないんだよ。いや、やんなきゃいけないのは分かってる。でも、いや、でもどっかでさ、あら、これは本当に？って、なんていうの、自然な、でも良くないよね。なんか、毎回さ、自分で、すごい顔でワイプ見てる時あるけど、真剣なの。飽きてるとかじゃない、ちゃんと真剣なの。田辺さん、なんかたまにさ、あれ、田辺さんだけ謎解きに参加してるのかしらって顔でワイプ見てるとき、いや、真剣真に。剣。だって、テレビ見ながらさ、こうやってさ、笑ってる？え、笑ってないよ。笑ってない、こうこうじなゃる、ない。こうなる、こうなる。真剣な顔してる。こうじゃないっていうのも映ってないのがあれなんだけど。だから、ワイプで、いやーとかやってる人すごいなと思う。あれできない。あれはやっぱでもさ、訓練って言ったらあれなんだけどさ、やっぱ意識めちゃめちゃしてたよね。こんなこと言っいてあや、れだかもからしれないけ一ど。回意識したことあるんだけど、一回というか何回も意識したことあるんだけど、そっちに気取られて何言ってるか分かんない時あるからさ。あ、だったら、もう自分の表情のキープに集中してってことでしょ。いや、なんか、私、でもそれにさ、ちょっと似たようなのかわかんないけどさ、前にさ、YouTube のコメント欄にさ、酒寄さんって笑った後、すぐ真顔になりますねって言うけどさ、みんなそうじゃないって思ったんだけど、え、私そは、うだよね。どういうことと思って。え、徐どういう々にことだ戻ろさない、戻してんの見たと思って。う。え、普通に笑った後さ、普通に戻るよね。え、わかんないんだけど。とか、笑った後、真顔に戻っちゃダメなのって思って。こう、それとも、徐々にグラデーションで戻っていった方がいいのか。あははは、あははは、ってやって。怖いよ、そっちも。こっちの方が 怖いよね いや、だからそ怖れい。にか、それで私、みんなってその、声出して笑った後どうやって顔戻してんのかなって。それとも、私の真顔があまりにも無表情すぎんのかなって。ちょっとその人に手本見せてもらいたいはどうするのか。気になんない。どういうことなんだろうって。で、でわも、かんない。もう、だから私、と思って。笑った後すぐ真顔にも、余韻を楽しんだ方がいいってことかい。いやー、わかんないな。みんなそうじゃない？みんな笑った後真顔だよね。でもさ、あんりちゃんってさ、意外とさ、素の顔が笑ってるじゃん。だからさ、なんか、常に笑ってる感じには、とか見えるとかなのかな。確かにね。いやー、難しいよ。いや、難しいよね。あと、あまりにもさ、携帯電話のカメラに慣れすぎるとさ、窓ガラスに映った自分の顔にびっくり、うわ
いや、わかるよ。びっくり。あれ。でも、そう考えると、ぼる塾4人ともめちゃくちゃ顔出やすいよ。もうめちゃくちゃわかる、みんな。本当に、その時の気持ちが今なんか他でなんか重要なこと抱えてんだろうなというか、なんか今他のこと考えてんだろうなっていうのもすぐわかる。この人も違うこと考えてるって。みんなそうじゃん。でも、てか、ぼる塾4人っていうか、みんな人間そうじゃない？確かに。でもそうかな。でも、だからめちゃめちゃ上手い人もいるのか、かもしれない。いや、私の周りには上手い人いない。みんなわかるよ。あ、今この話興味ないんだろうなとか、すぐわかるよ。ああ、それはね。でも、そっちの方がでもさ、なんか分かりやすくて、いいけいどや、ね。そうだよ。いいよね。別にそれで不快に思ったことないし。てか、なんだったらさ、みんなさ、あ、ちょっと他のこと考えてたわって言うしね。私、本当に、他のことが、みんな、ネタ合わせしてるときさ、絶対さ、他のこと考えると絶対飛ばしちゃうよね。それ最近自分でね、気づいたの。ネタ中にね、今、このセリフ言ったとするじゃん。で、あ、このセリフもっといいセリフあるかもっていうのをずっと引きずったまま、話が流れていくと、次のセリフ絶対私飛ばすの。でもさ、アンリとさ、坂売さんのネタの飛ばしはさ、大体そういう時じゃない？そう、あ、これって思って、あ、アンリもそうだよね。アンリもさ、なんか、あ、ここさ、って。そりゃ、でも、そりゃ、考えるべきっていうかさ、考えるここだから別にね、いいよね、いいよねっていうか。私、あともう一個あった。前、漫画家の筒井さんが来てくれたときさ、かっこよく見せたいっていう理由でさ、出た練習中さ、めちゃめちゃミスったから、それはダメだね。かっこよく見せいや、そうよね。た。いや、顔難しいわ。顔、本当難しい。本当に、なんだろう、漫才の時どんな顔していいかとかさ、どこ向いたらいいかとかもさ、わかんない。もう一わ回かんない考よね。えるとやばいから、もう考えないようにしてる。なんか、すごい昔に田辺さんとそれについてさ、なんか、角度はいくつぐらいでとかまでの深みにはまった時あったよね。考えない方がいいよ。考えない方がいいよね。そうなんだよ。そうなんだよ。どこ向いて、人の話聞くときってどこ向いてるっけとかまで。いや、わかる。そうなんだよね。あと、人と話すときは目を見て話しましょうに関してもさ、どこまで目を見続けて喋っていればいいんだろういとや、わかる。しかも初対面の人、難か。しいよ。そう、あれ、意外とさ、目見てずっと喋ってるのもおかしいよね。おかしいよね。どこかで絶対そらした方がいいよね。どうなんだろだからなんか、目というよりはさ、鼻とか口あたりとか喉らへん見るといいって言うよね。ああ、確かに。そしたら、ちゃんと話は聞いてるっていうか、顔は見てるし、でも、かといって、恥ずかしくもならないし、あ、確かに。今度から鼻とか見ればいいのか。難しい。でも今日もさ、はずえ？でもさ、鼻見てるって思うとさ、私自分の鼻の毛穴大丈夫かなって。ダメだよ、もう考えない方がいいよ。考えない方がいい。本当にそう、考えるの永久に考えちゃいや、そう。で、そんなう。ので、どこにはまって、人と話せなくなるってパターンになるんだから。そうだよね。そうなんだよ。人とは話したいんだよ。いい、考えなくて。考えなくていいよね。写真が可愛ければいいよね。そうそう、いいんだよ。
みたらしもさ、毎日毎日この4年間写真撮られてさ、って思ってたよ。ね、No? でもなんか、でも。撮ってほしい時はあるんだよね。撮ってって言われる時もある。でもなんか別に撮ってって言われてなくて、何の気なしに回した時に、違う時はダメ !No? 確かにいつもさ、動画でたまに送られてくるときさ、嫌だって言うもんね。嫌だって。さっき撮ってって言ったじゃん。今は違うって。No. No? 女の子はさ、あれだった。友達の女の子も途中、モデルみたいにさ、ポージングして書いてたよ、毎回。うわ、でもさ、みんなポージングうまいよね。うまい。ないんだけど、私ポーズ、私毎回さ、こう手上げてるポーズ。いや、もう私もそれしかないもん。これとファイティングポーズしかないから、なんか全然さ、合ってないのにファイティングポーズ私だけしてる時とか。いや、そうなん、雑誌とか見てもさ、どでうも、なの？難しいよね、ポーズって。みんなどうしてんだろうね。うん。今これはさ、この虫歯ポーズってのはまだありなの？なんかあんまもう見なくない？見ないよね。今何なんだろ何だろう？う。本当にだからもう、本当に私もこの手、謎に片手上げてこれしかない。これと入って。いや、違私うんだよ。も。絶対もっとね、他にね、もっと万能なポーズ欲しいよね。あ、ただまたなんマーか、ナあんじゃん。ピースはもうさ、なんかしたくなくて、なんかピースさ、別にしてもいいのに、なんか恥ずかしくて。なんなんか、それかもわかる。さ、それも芸人になってからの話でさ、全然ピースしてたけど、なんか昔同期に、え、ピースすんのって言われた覚えあって。誰そ誰んなかこに言とっ言うた。人？だからそっからできなくなっちゃってんの。いいじゃん。ピースしたって。私は、ピース今すると、ピースした時のなんか角度とか全てが実家の母親にどんどん似てってんなっていうのを気づいて。確かに。ピースむいいじずゃん。いよ。じゃあ、どんなポーズがあるっていうのさ。いや、本当で教えてほしいよ。だからアイドルって大変だよね。いや、すごいよ。だっていろんなポージングがあってさ。一回、だから、雑誌とか見てもさ、その時は、このポーズ素敵だなと思っててもさ、もうじゃあ、いざ自分がさ、カメラ向けられた時に、絶対そのポーズ、スッと出てでこきないもない。私もさ、あれなんだよ、撮影が、今度あって。新たなポーズ考えなきゃ。いや、そうだよね。ちょっとその撮影はお楽しみに。あ、じゃあ、田辺さんの何かですごいポージングに気合が入っている撮影があったら、あ、これかなって。どうしよう、写真なかった。いや、でも多分あると思うよ。それさ、もうそれが公開された後だったら言っても平気なの？公開された後だったらね。じゃあ、いつかの田辺の和室でこの撮影のことですって言おう。確かに。そうしたら田辺さんもさ、ポージング気合入るでしょ。確かにね。お楽しみおに。楽しみに。いやー、今回は結論を言うと気にしなくていいということで。気にしなくていいんだよ。もし何かおすすめのポージングあったらお願いします。でも。あ、教えてほしい。あと、私の時代これ流行ってましたっていうので。教えてほしいね。教えてほしい。ぜひ多ぜ分これひ。やってる時はもう発売されてんのかな。わかんないからでもやめとく。じゃあ、あれだ。じゃあ、田辺さんのポージングに関しては、後日ということで。さよなら。あら。